新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。さあ、笑顔の一年の始まりよ。おめでとう。今年もまんまるお山の丸山よ、よろしくね。おめでとうございます。おめでとう。おお、二人ともお正月なのに元気ないですよ。どうしたんですか？お餅食べすぎてお腹痛いんですか？食べすぎてないし。年の初めだからといってはしゃがなくたっていいでしょ。なんだかおめでたい気持ちになりませんか？私なんてテンション上がっちゃって、年が明けてすぐ今年の抱負決めちゃいましたよ。それは素敵ね。どんな抱負なのか教えて、かすみ。よくぞ聞いてくれました、ココロン。私の抱負はじゃじゃーん、今年もキラキラドキドキすること。かすみちゃんらしいね。今年の抱負、私はやっぱりもっともっと立派なアイドルになることかな。私は世界を笑顔にすることね。今年もたくさんの人の笑顔が見れたら嬉しいわ。なんかいつも言ってることばっかだね。道理で聞き覚えがあると思ったわ。それじゃあ、ランとユキナはどんな抱負なの？え、いきなり聞かれても。私はいつも通りかな。新しい年になったからってやることは変わらないし、いつも通り私らしくやるだけだよ。私は高みを目指す、ただそれだけよ。二人もいつも言ってることと同じな気がするけど。言われてみれば確かに。みんな年が明けても変わり映えしないね。みんな自分の中にしっかり目標があるってことだよ。それってとっても素敵なことだわ。でも目指してるものは同じだけど、去年とはちょっと違うんじゃないかな。いろんなことを経験して、私は夢や目標を前よりしっかりイメージできるようになったし。そうですね。私の、いえ、私たちのいつも通りも前とは違ういつも通りになりましたし。私もロゼリアとして高みを目指すということを意識できるようになったわ。私もそうよ。楽しいがどこから生まれるのか分かったもの。私もポピパなキラキラドキドキの意味見つけた。目指す場所は同じでも、私たちは成長しているということね。今年はきっと去年よりその場所に近づけるはずだよ。よーし、今年は去年よりもっと最高の年にしちゃいましょう。